ピンポン。こんちは、と、なんか落ちてる。ほい、なんやこれ、ごっしょりボン、中身は。なんやこのハレンチボンは、誰のや。ごっしょり、ごっしょりとは、東北ズンコやその関連キャラクターの作品でこっそりした方がいいもの、すなわち、ムッフ H だねー、という作品であることを表す検索避けようワード、H なことに使ってもいいの、そういうのはこっそりやるものです。という東北ズンコキャラクター利用のガイドラインの通り、割と H なものにも寛容な東北ズンコ運営、そして東北ズンコ公式アカウント自体は全年齢向けであり、凄まじい勢いでエゴサ&ファンアートをリツイートするアカウントとしても知られている。そんなある時、公式アカウントが誤って東北チリタンのムッフ H だねーな画像をうっかり RT するというハプニングが発生してしまった。今後このような事故を防ぐため、H な投稿につけるミュート用ワードがないかとフォロワーの意見を募った上決定したのが、こっしょり、である。つまり先ほど拾ってしまったこっしょりボンとは、ムッフ H だねーな本のことを指しているのだ。物質性やだったということは、あいつらの中に流れるか？しまった、思わず背中に隠してもらった。あ、あかりちゃん見てみて、お母さんからもらったんですけど。なんや。バキョコチョコと大爆笑ワーム。はあ。はあ。はあ、で今背中にあれ隠してんのに、そんなんでくすぐられたら、その拍子で落としちゃうかもしれんやん。そう、私が花ピクミン。よかった、こいつバカだったわ。アホやな、バキョコチョコと大爆笑ワームなんやから、普通バキをくすぐるのに使うやろ、アホ。何すんだとき？嫌だってくすぐれって言うから。別にうちをくすぐれとは言っとらんわ。そう、バカにしよって。こうなったら切り札を出すしかないな。切り札？ゆかりがそのバキ大爆笑を持ち込んだ時点で準備してたんや。バキ大爆笑とかいう謎の単語やめろ。うちにもあるんやで。バキ大爆笑が。なんだと？しかも複数。何？同じ武器なら、複数持ってる方が有利やで。覚悟しろや。ほら。アーム。短くね？え、こちょこちょ。届かない。ピーチ短くて届かない。うわぁ。あかなるこいつ。こうなったら奥の手や。何？できれば使いたくなかったんやがな。こうなったら、葵が丹精込めて作ってくれた。スーパーアームを出すぜ。いでよ。お？すげえリアルな腕。すげえリアルな腕出てきたな、おい。意味はわからないけど確かにリーチはあるな。意味はわからないけど、そうだね。これで条件はコブモブ。ここからが本当の勝負や。行くぜ。カイリキーのポーズ。こちょこちょ。なんでお前リーチ捨てたんだよ。バキ4つで弱点ないで。バキ4つとかいうパワーワードやめろ。まあ、でもこいつらはいつも通りや。この本の持ち主はこの二人ではなさそうやな。ふーむ。そーれ、あかりちゃんこしょこしょ。うん、しまったー。何ですかそれ。あ、いや、それは。えのこだあれ、ちですよ、あかりちゃん。ちょ、違うから、うちのじゃないんや。物質にしたらなんか落ちてて。そんな小学生並みの言い訳通じるわけないやろ。変態さんへ。誰が変態や。そんな復旧不安ならエクササイズしますよ。ほら、エクササイズで不満を解消。そのだんだんあなたの精肉減少。ついにライン超えたな、おめえ。ごめんなさい。ひーであれ、てかその本、葵の部屋で見たことあるな。おぉ。チワース。あれ、皆さんどうかしました？葵ちゃん。はい。ちょっと聞きたいんやけど。こっしょり本って知っとる？こっしょり？はて、なんでしょう。初めて聞きましたが、何かの流行りですか？すみません。流行にはちょっと疎くて。そうか。まあそれより、今日の部活は何するんですか？早くみんなで遊びましょう。葵はくどく。ズンちゃんと、こっしょりする本。って知ってる？ありかみ漫画ですよね。やっぱり貴様か。え？あ。いや、あの、こんなん学校に持ってくなー。ごめんなさーい。でも見つかってよかったです。たく、なんでこれを持ってこようと思ったんや。それは今度書く皆さんのこっしょり本の参考にと思、あ、今、なんと、逃げろ、待てよー。